道路の真ん中を歩く熊。十三日土曜日。室蘭市の住宅の防犯カメラが捉えた映像です。何かに驚いたのか。反対方向に逃げていきました。一夜明け。道路には足跡がくっきりと。熊の目撃情報が今日までの五日間で。七件と相次いでいる室蘭市。 正午前には中島本町三丁目の住宅街のそばで体長一メートルほどのクマが目撃されました今朝市内の小学校の通学路では多くの保護者らが児童の登校を見守りました初めてここにクマが出たもんだから、うんうん、びっくりしてやっぱおっかないなと思いますね一人であの帰らないことであの必ず遊ぶ時には行く場所 必ず伝えていきます。相次ぐ熊の目撃。熊によるものとみられる人の被害も出ました。消防や猟友会のハンターたち5人ほどでブルーシートを今持ち上げています。駆除された熊とみられます。昨日、おろかな町の島梨内湖で熊1頭が駆除され。 近くで人の体の一部が見つかりました周辺で一人で釣りをしていた西川俊弘さんの行方が一昨日からわからなくなっていて警察は遺体が西川さんと見て身元の確認を進めています釣り人に人気がある湖に現れた熊。専門家は山菜採りだとか登山とかにも全部共通するとは思うんですけど まあやっぱりできるだけ私たちも単独での行動は控えてほしいっていうのは常にお伝えしてるんですよね北海道はどこでもヒグマがいる可能性がある場所たとえ住宅街が近くても森が続いてたり沢沿いであればクマがいてもおかしくない場所がたくさんあるので今日札幌でもクマのような動物の目撃情報が午前7時半ごろ 札幌市南区真駒内の松陣川で近所に住む女性が体長1メートルほどの熊のような動物を目撃し警察に通報しました現場は駒岡小学校の目の前です札幌では一昨年6月東区の住宅街に熊が現れ襲われた市民4人が重軽傷を負う事故も起きています 生ごみとかを外に放置してたりとかするとやっぱりクマが寄ってきてしまうのでそういったクマ,のクマを誘引する理由になるようなものっていうものを作らないっていうのが大事になると思いますこちらをご覧いただきたいんですが去年のクマに関する警察への通報件数です。5 5月月、月、月にに入るとと活活動が活発になっててそして5月6月7月と 通報件数が増えていることがわかります。ということは川野さん、これからの時期ますます注意が必要だということですよね。その一昨年の札幌東区のね、あのもう6月でしたね。はい、とにかくこの5、6、7特に注意ということですね。そうですね。あの熊野生態に詳しい酪農学園大学の佐藤教授に聞きますと。 5月からは徐々に子グマが親離れし始める時期で山から市街地に向かって伸びる森林や緑地をたどって若いクマが街中に出てきやすくなるということです。まあ、ですので山に入る際にはクマの目撃情報がこれまでなかった場所だとしても万が一に備えて鈴やクマ撃退スプレーなどを持っていくように心がけてほしいとしています。 今年は雪解けが早く、まあ、熊の活動の始まりも早くなっている可能性があります。十分に注意をしてください。